秋山照夫9月16日から1943年7月6日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。熊本県出身。1913年12月、海軍兵学校を卒業。翌年12月、海軍将尉に任官し、朝日乗組となる。1920年11月、海軍水雷学校高等科を卒業し、 磯フ水雷町、第35潜水艦、第45潜水艦の核、乗組、五防備隊分隊長などを経て、1924年2月、吹雪駆逐艦長に就任。夕暮れ総海艇長、第1号総海艇長を歴任し、1926年12月、海軍少佐に昇進し、立花駆逐艦長となった。区区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 区 1> 第一号総会定庁に就任し、柏、沢浪、浜風の各駆逐艦長、五防備隊水雷長、クレチン樹付付などを経て、1932年12月、海軍中佐に進級し、村雲駆逐艦長となった。県、薄雲駆逐艦長、五防備隊副長、第十一総海隊司令などを歴任し、1937年12月、海軍大佐に昇進し、 第30駆逐隊司令に着任。1938年12月、第4駆逐隊司令に移動し、第34駆逐隊司令を経て、1939年11月、中艦長に着任。佐世保鎮フ府付、第1砲艦隊司令を経て、第1防備隊司令として、太平洋戦争を迎えた。1942年3月、 第21潜水艦基地隊司令に就任し、ついで、クレチンジュフツケとなり、同年11月、海軍少将に進級。同月、佐世保第2海兵団長に発令され、1943年3月、第三水雷戦隊司令官に着任した。同年7月、クラワン野戦において戦死。没後、海軍中将に進級。ありがとうございます。